稚内の釣り人のコウスケです。今回は2022年の東北のカラフトマスついに開幕しました。で、私も今期運よく4本今のところ釣れてます。まだシーズンが始まったばかりなので、その4本釣った時の仕掛けと餌を動画で紹介したいと思います。で、仕掛けと餌はその4本釣ったやつ全部同じので釣れました。で、仕掛けは4本とも全部深アセで、これ以前秋アジの時にも紹介したんですけども、私がいつも使ってる深アセ K スペシャルで4本とも全部釣れました。動画の方もちょっと出してるので、作り方は K スペシャルの作り方はそっちをご覧ください。で、4本とも深アセで釣れて、次に餌の方なんですけど、餌は赤イカとカツオの合掛けで4本とも釣れてます。で、赤イカなんですけども、大きさがだいたい、私赤イカ小さめなんですけど、2センチから3センチぐらいで釣れました。赤イカは2センチから3センチぐらいのちょっと小さめで、赤イカに合掛けしてつけたカツオなんですけども、そのカツオですが、これです。私いつも使ってる札幌ベイトさんのカットカツオニンニクスパイス、これを使ってます。使って釣れました。で、これをだいたい手の親指の爪ぐらいにカットして使いました。で、それに得意のニンニクチューブをその場で釣り場でかけて、ニンニクの匂いをがっつりつけて、それでカラフトマス釣れました。で、今日も2本釣れて、それで、で、今日は釣り場に10人ぐらいいて、全体で4本カラフトマスが上がって、そのうちの2本がこの仕掛けと餌で釣れたので、この組み合わせ悪くないのかなと個人的に思ってます。もしよかったら参考にしてみてください。今回はカラフトマスの深アセ K スペシャルと、その時に使った餌について動画にしてみました。ご視聴ありがとうございました。